お疲れ様です。まあ100万騙し取られて思い出になりましたね。まあちょっと今回はね、2つお話ししようかと思うんですけども、1つはね、100万円損したとか200万円損したってありますけども、どのぐらいの手傷を負って人生を歩んでるかっていうのは、もうそのまま人間のね、大きさになってくるんじゃないかなと思うんですよ。まあもう分かりやすく言うと、30万、50万も盗まれたことがない人生がね、いかになんかこう、安楽だったかってことですよね。もうなんか弱っちいっていうかね、どうしようもないなと。もちろん騙されない方がいいんですけども、でも騙されて損害を受けても立派に生きているっていうのは、やっぱりダメージに強いってことなんじゃないかなと思うんですよね。あともう一つはね、なんか騙すっていうのはもう手が、打つ手がないっていう、その人のギブアップなんじゃないかなと思うんですよ。だって人を騙したらもう次は騙しにくいし、それからもう他の手がもうまともなビジネスとかできないし、返済もできないから騙すわけじゃないですか。だからもうなんかね、八方塞がりで最終的に、なんか断末魔の最後の一手、それが騙しなんですよね。でほとんどの人は騙せないんだけども、たまたま騙せた人がいるけども、そこで打ち止めみたいな、いずれにしろもうそこで終わりですよね、だから騙すくらいならあれですよね、3年後になんかね、コンテンツ作って納品するから、とりあえず入金してくれみたいなね、そのぐらいのことでいいんじゃないかなと思いますよね。まあでもいい経験しましたよね。その経験がやっぱりいろんなところに伸びていったのかなと思いますし、大抵は100万騙されて愚痴って終わりでしょ。そこで結局騙そうも騙された方も打ち止めになっちゃうわけですよ。まあ小さいね、そんなのはね。じゃあいってらっしゃい。